皆さんこんにちは。姫路市埋蔵文化財センターの南です。今日は姫路市北東部高寺町溝口に所在する溝口廃寺を紹介したいと思います。溝口廃寺は今から1350年前の飛鳥時代に創建され、平安時代の後期頃まで存続した旧神崎郡を代表する古代寺院の一つとされています。昭和49年には溝口廃寺跡として兵庫県史跡に指定されました。塔の礎石は中心に神祖が据えられ、その周囲に側中祖が配置されています。神祖は長径 2.9 メートル単径 2.19 メートルを測り、針まで最大級と目されています。神祖の中心部には直径90センチのはめ込み式の円形中座構があり、その中央にはぶっしゃり構と呼ばれる釈迦の遺骨を納めたとされる穴が設けられています。側中祖は10席残り、そのうち7席には円中座の作り出しが確認されます。側中祖の配置を見ると後世に動かされた可能性があります。北東に位置する保蔵穴を持つ祖籍も東神祖とされます。かつて当地から65メートル西側の場所から掘り出されたという伝承があり、この場合東と西2つの塔が存在したことになります。法隆寺の五重の塔は現存する日本最古の木造仏塔であり、その心柱の根元の直径は約82センチを測ります。溝口廃寺の神祖の円形中座構の直径はこれに匹敵することから、かつては荘厳な塔が建っていたと推測されます。塔跡の周辺には今でも瓦が散布しています。表面に残る布目や製作時の痕跡は古代の瓦であることを物語っています。